はい、もう一度、チカラムチャンネルです。ということで、ね、この寒い時期、なかなかね、この生物系 YouTuber としては、なかなか活動しにくい時期なんですけども、ちょっとね、あまりこう、家にずっとおんのもあれなんで、ちょっと、冬の、生き物、散策しに来ました。ということで、行ってるかわからないんですけど、とりあえず探していきたいと思います。よっしゃ、レッツゴー。そしたらね、とりあえず、場所の方はちょっと送迎ゾーンということで、海が近いからね、寒いですね。とりあえずね、送迎の方で、お、次で、早速入れますね。福杉嶺ですね。一周目、福杉嶺です。他の生き物も探していきたいと思います。そしたらね、あちらの方ちょっとね、息が見えてきましたよ。ちょっとね、三つ目の生き物見てるかちょっと探していきたいと思います。ありがとう。じゃあ一応今駅の方到着したんですけど、なんかね、何もいてないですね。やっぱ寒いからね、みんなこの落ち葉の中の子が下に隠れてるんやと思いますわ。あ、おった、エビや。ほら、これエビが行ってました。2種類目エビ。そしたらね、とりあえず、池ゾーンなんですけども、多分カエルとかは行ってると思うんですけど、多分今冬眠してると思いますね。まあちょっと、池ゾーンを後にしてちょっと違うゾーンに行ってみたいと思います。レッツゴー。そしたらね、森ゾーンの方に到着しました。ということでね、こちらの方結構落ち葉とかがね、このようにたくさんありますんで、この下にね、ちょっと、虫系の生き物が、隠れてるかもわからないので、ちょっと探していきたいと思います。レッツゴー。そしたらね、こっちが分かりますでしょうか。カメラの下に、このようにカタツムリさんがね、ゆっくりしてますよ。そしたらね、あの短い時間やったんですけども、とりあえずね、冬の生き物、3種類見つけることができました。白石嶺さんと、南沼エビさんと、カタツムリさんとね、見つけることができましたってことで、またね、次回、もっといろんな、生き物を探せたらなと思ってます。では、面白い動画、楽しい動画撮っていきますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね、バイバイ。